歌って踊れるをテーマに結構曲を作っていたりして、でビジュアル系ってすごくしハードなイメージがあるんですけど、僕たちのおすすめの曲はやはりあれですね、スマイル一番いい女っていう、その笑顔を題材にした曲と、あとアニメの主題歌にもなった覚醒ヒロイズムっていう曲と、あと明日披露するいけないモンスター、危ないモンスターという曲ですね。もうでもそれは多分やっぱこうアニメが全世界に、今日本のアニメってすごく広がってて、すごく私も光栄なんですけど、その中でもあのナナっていうアニメが結構海外でもね、いい評価をもらっていて、その曲を担当させてもらってて、ローズという曲なんですけど、あのバンドの方もものすごいメンバーが弾いておりまして、やっぱこの曲が一番おすすめだとは思います。あとチャレンジ曲もあるから最後